カーティス・アレン・ヤングは、アメリカ合衆国、ミシガン州詐欺農サギノー出身の元プロ野球選手。左投げ右打ち。1981年の MLB ドラフト4巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。1983年に初のメジャー昇格。1987年には開幕投手を務めた。1992年は、 カンザスシティロイヤルズとニューヨークヤンキースの二つのチームでプレ九1993年はアスレチックスに復帰し、その年で引退した。選手生活の中で二度のワンヒッターゲームを達成。1988年のワールドシリーズと1990年のワールドシリーズに出場した。アスレチックスのマイナー組織で4年間コーチをした後に、2004年より、 メジャーの投資コーチに就任。2010年まで投資コーチを務め、2011年は引き抜かれる形で、ボストンレッドソックスの投資コーチに就任した。しかし、9月の大失速で、プレーオフを逃したことでその責任を取る意味で、他のコーチたちと同様に解雇される。その後、2012年からは、アスレチックスの投資コーチに、再び就任し、 2017年6月まで務めた。2018年シーズンからはサンフランシスコジャイアンツの投資コーチに就任し、2019年まで務めた。ありがとうございます。